皆さんこんにちは、ミティ村田です。翔子先生のラケットインナーフォースレイヤー ABC に強氷8と強氷プロ3粘着粘着なんですよ。ちょっと借りて差を出したらめちゃめちゃ切れるので、粘着ラバー村田だったらこう切るっていうのをちょっとなんか緩くお伝えできればなと思いまして、今撮ってます。全然やる予定じゃなかったんで流し見するぐらいな感じですと、縦は僕 Q5 なんですけど、 Q5 と同じように出すともうボールが奥飛びすぎちゃって切れるんだけど入らないです。こうなっちゃいます。おわっ。なのでやっぱり縦は若干縦に振った方がいい。縦だけに大事。なんかこう切ったものをこれでやるときは少し縦に切るぐらいの方が良いです。多分こうやって切っても噛んでいかないです。ほら、できるときは切ってあげれば、あのね、のですごいやりやすいです。ちょっと縦ですね。なんかちょっと当てるイメージぐらいでいいと思います。こう取らない方がいいかも。やっぱりそのまま上がっちゃうんで、で村田は順横して、順横がね良いね。順横もこう取らない方がいいと思う。こうやって普通に当ててあんな行くんですよ。僕の下にこういっちゃう、バンバンが翔子先生がみたいななっちゃうから、もうほんとこう振るイメージかな。この縦こうやって、まあ分かりやすく言うとこうやって振るイメージだとちょっと切れました。まあ、水平でも切れること切れますけど、なんかもう奥行っちゃいます。やっぱり粘着だと引っかかりすぎて、なので少し縦にボールの自分順横で横下出すんだったら、ほぼボール真後ろ取るかも、意識的には。で自分の方にこうやって引いていくんですけど、出してみます。あって、自分の場合は
結構根元からやっぱり当てに行きます多分。ちょっとまだ練習しないと本当の切り方は分からないですけど、自分がやった感じではちょっとテンション系のラバーと同じように切ったら、まあ、まず入らないってことが分かりました。やっぱりもうこれコテコテなんで、粘着微粘着とかじゃないもんね。全然もう普通の全く弾まないですこれ。なのでちょっと縦目に入るとよりいいサーブが出るかもしれないですね。まあ、縦がすごいやりやすいんで縦はぜひ覚えてください。これああ全然入んない。やばいよ。いいと思います。ダックルが一番多分めっちゃ気持ち悪いボール出るんで、さすが中央クラブ。今のはもう最悪ですね。ちょっと上にやりながらバッター下げると気持ち悪い。すごいやんサーブになるので、特に縦は絶対覚えてください。粘着ユーザーは、まあ、自分のことは自分のやり方でいいと思いますけど、僕の場合は縦から行ってちょっと上から、普段上から根元からかけてあげると下が出やすいので、どちらかというと普段のテンションよりもボールの後ろ側を取って台に叩きつけるイメージで出すと非常にやりやすいと思いましたので報告します。まあ、細かい技術解析はまた今回ぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。